まこなこです。前回なんとか関ヶ原の戦い、ここでの決戦を石田三成が制したところで終えました。かなり疲弊して、なおかつこのね、いろんな旗印並んでますけれども、このような状態、さまざまな勢力と協力してなんとか徳川家康を追い払いました。一旦騎乗して、さてどこ行くか。まずこの辺りにいくつか徳川の拠点があるので、ここを取ってからその後考えようかなと。一旦徳川と講和して、その先また攻めていくみたいなね感じでやっていこうかと思います。でこの段階になってようやくチュートリアルやり終えたので、ある程度はスムーズに進むんじゃないかなと思うんだけれども、おっとイベントが起こりましたね。即座に西軍の勝利が天下の様相を一変させた。これ本来であれば、ね、前回お見せすべき、ね、画面だったかもしれないけど、大吉大満大吉、そう対処された、大書きされた旗印を掲げた石田三成の志が西軍の諸将の心を動かし、ついには歴史をも動かしたのである。さて、大谷義継も来てますね。できればね、自分の配下にしたいような気もするんだけどね。小早川秀明もお礼を言っていた。この後どうなるか。世の中もしかしたら勢力図変わるとかあるのかな。天下の覇権を握っていた徳川家康は豊臣に歯向かった逆賊として処断された。豊臣秀頼は三成の功を称え、徳川領に一部を与えて、おっと東軍に属した諸大名の討伐を一任した。なるほど、こんな展開になる。ならばこの後はもうあっさりねいけるんじゃないか。どうなんだろうな。あ、ここら辺なんか戦いが止まったっぽいな。とりあえず秀忠が後を継いだ。あ、違うな、自分の拠点になってるな。攻めようと思っていたところが自分の拠点になった。じゃあ兵が戻ったらば、これ小早川家守りたいけど、でも遠いんでね。鍋島家は立花家守りたいけど、これもうどうにも手を貸しようがない。今度は毛利家を応援しましょうか。でこういう風にたくさん出てくるのを環境設定のここで参戦確認これなしに設定しましょうか。多分今のでもう出てこないと思う。結構ちょくちょくね来られるとその対応が大変になるんで。始めましょう。さてお金はあまりないから買わないようにしましょうか。ご命令。で今までいくつかの拠点で足軽雇ってたので、それを外していきましょうか。承知いたしました。あとは牧島城で外して。承知いたしました。この2つだったかな。ではもう早速この辺りはもう委任をうまく活用しましょう。これ農業も委任をやっておく。で取引は兵糧を購入するようにする。で開発はこのようになっています。カスタムまだ行軍は委任はしない。でこちら側はご覧の通りとなってます。農業はこれはゼロでいいでしょう。でこっちはこんな感じで。さてあとはそうかそうか、移動か。配属全委任にしておきます。もうねこの辺りもお任せでなんとかなるでしょう。で全委任で天守のみ作ってもらう。天守を建てると能力がね、出陣する部隊の能力が上がるそうなので、その辺りを期待する。で細川家
早速我が妻お見せしましょう。元徳川を倒していきましょうか。助立ちする。助立ちするぞ。さて大奥から助立ちがあって結構今物がもらえたね。もうここからは一気に行けそうなんで気分が楽。進むのです。そしてここで恩賞で感情を与えていきましょう。これ忠誠が多くなると能力が全部プラス5されるそうなんですよね。今右側見てもらうとほとんどがプラス5、多分内政の値が6なのは一つ成長してるからだと思います。なので青にできる人は青にした方がいいんだけど、そこまで能力高くないから後々の人に取ってきましょうか。これ感情は数に限りがあるのでそこだけね注意して、でも結構手に入りそうなんであまりねそこまで意識はしなくても大丈夫そう。ガンガン行きましょう。さてなんかおっとまたもう一個ちょっと志見ましょうか。さて皇軍事の兵糧消費が減る、そして交渉が有利になる。一方決戦にあともう少し勝てば決戦で部隊の士気が上がって、あとは国友衆保護で鉄砲の購入価格が下がる。鉄砲火事のある証券の規模を1000以上にするというのがあります。さてここ戦っていきましょうか。もう38日これ包囲しとけばなんとかなる。で敵は細川有才だから大名だから多分交渉やってもうまくいかないと思うので、このまま包囲で終わらせましょう。敵はあと兵糧30しかないんで、30日分しか。今回は本当ね兵糧が重要となっているので、あもぐら攻めとかできるけどもう兵糧攻めで終わるでしょう。もぐら攻めとかねやろうとするとお金が5000とかね必要になるん でそもそもお金が今ないという状況。さていろんなところで滅ぼされている筒井家も滅ぼされた。あともう少しで敵兵糧攻め、徳川と真田が輪を結んだ。兵糧攻めで終わった。ああそっか、これグラフィック一新されてるのか、これ一瞬誰かなと思ったけど、そっかこの台はもう細川忠興か。しし一瞬大名だからくだらないかなとか思ったけどね。続いてください。交渉する価値はもしかしたらあったかもしれない、あんなにねすぐ寝返るんだれば。で今城のね戦いの場面にならないのは攻城戦も委任してるから、即座にね今みたいな画面になっている。お金がちょっとないんで諦めましょう。さて土作りかしこまりました。やりつつ種まきも行う。ここら辺もねやらなくても委任の方で勝手にやってくれるので忘れてもね安心という状況。歩兵ここやっときましょうか。だいたい2000ほど今均一でやっていくような状況。あとそっかそっか、徳川の拠点を取ったからか、ここら辺も南の方もちょっと確認しないと。かしこまりました。お金がガンガンなくなっていく可能性がある。はっ、こんなところかな。徳川の拠点さすがに東の方には拠点を取れてないので、ならばここやっていきましょうか。ここは今もう強行やって今城耐久本丸落としたところ、口ほどにもありませんでしたね。城ではなかったからね、天守ではなかったからあっさりと。あれ、あ細川家はそうか九州にあったはずだな。もうここら辺初段でいいでしょう。九州まで行くことはないと思うんで、そっかそっか九州の方にあるから敵のね武将を全部捕まえるということはできない、残念ながら。でこのまままだ兵数たくさんあって兵糧もあるのでここ行こうか。八塚家ね、
戦武将を取るためにもお見せしましょう。ちょっと長くなるのが気になるけど、もうちょっとね、東側行くって手もあったけど、これ兵糧7000ももらえるからね、かなりありがたい。で、一月これ7400使う、今3700あるから、手を打ちましょう。何ヶ月だろうな、5ヶ月ぐらいか。進むのです。それぐらいは優に持つことができる。表情を始めましょう。策がございます。さて、方策は細川雄斎、他はこの辺りで軍事を上げたいので、軍事ある人、これにて表情を終わります。そして効率投資に行くか、それとも灌漑効果、開墾効果をまず上げて、あとは大名表情発言の方も増やしていきましょう。そして今敵と接近してますが、これは勝敗の行方がわからないとなってますので、決戦やりましょう。あ、そっかそっか、これは狭い場所だったのか。兵数我々は少し劣ってるような状況だが、農兵精錬というこの効果があるので、大名のね、それによって多分勝てるんじゃないかなと思うのが今の考え。あと敵は武将数が少ないので、こっちは鉄砲部隊もあるから、どうするか、柵を作りたい気もするけどね。じゃあ軍の施設、柵をここに、これ角度変えらんないのか。あと山上から鉄砲奥に通るかどうかという問題も出てくる。これ角度は、角度変えたいな、これ。そうするとね、こっち側から撃つってこともできたけど、今回ちょっと鉄砲諦めましょう。となると何が良いか、罠の方でこれかな。この辺りがすごい有効のような気がする。そしてどれかな、これが結構良かったんだけどね、先方ゲージが上がりやすいというね。ちょっとポイントが足らず、罠外すか。これを外したい。全部外れてしまった。多分この後ろの方にこの施設作っておけば、これだけでかなり有利になると思います。行きます。正髄の戦い、車線通ってるような感じだな、これ見る限りだと。始めるぞ、命を始めよう。始めるぞ。で、一つの部隊をダブルクリックするとこれ全部選ばれるっていうね、命を。これ結構便利なコマンドかなと。始めるぞ。今までシフトキーでこの全部範囲指定すると全部の武将をね、選べたんだけども、ダブルクリックでも命を、こういう風に選ばれるっていう。覚悟せよ。これはもうチュートリアルやって説明書みたいなものも、ね、読んだので、このね、ヘルプを見たので、それで知ることができた。知れましたな、やりよる。ちょっと待ってくれよ、そこで鉄砲撃ってもらいたかったのに。でもこれ鉄砲当たってますね。命令不可だけれども攻撃は可能なのかな、この状態で。敵は鉄砲を持ってないから、このままずっと撃ってればと思ったけど、そんなに甘くはなかった。で、橋塚家政はこれ敵の大将となると、こんな感じでもうね、関ヶ原のようにシビアなゲームにはならないと思うので、おとり挑発やってきた。でもこの舞台狙いたかったからいいか。奮戦をやるか、奮闘か、奮闘で攻撃防御を上げるか、足止めでこのおとり部隊を逃さないようにするという手も面白そう。なんか使ってる武将の奮闘が多いね。足止め、その首この手でいただくとしよう。はい、渋い戦いをやっていきましょう。始めよう。始めるぞ。
覚悟せよ。その首、この手でいただくとしよう。敵も足止めやってきた。おとり挑発やっていながら、やりたい前。ちょっと速度遅めましょうか。あんまり舐めたプレイやって負けるのもなんなんで。好機は今ぞ。横槍入れた。やりたい。このおとり挑発やった部隊は間もなく倒されそう。と思ったら毛利勝長が倒された。やりたい前。まず一部隊壊滅。この一撃全てをかける。規制崩しやってきたが、この土井さんをみんなで行くかな。まだ選択できない。命令不可か。命令不可だな。全員手を打ちましょう。命令覚悟せよ。覚悟しておけ。こんな感じで少し引いてもらって。あれ、この部隊だったか。おとり挑発やったの。なんかおとり挑発の部隊がいなくなったのに未だに動けないってのは。やりたい前へ。それともここに残ってるから動けないのか。これほどとも。あった。手を打ちましょう。命令始めよ。下地覚悟せよ。厄介だな。兵力的には勝ってるんだけど、あとなんか微妙にこの倒されてる感じがするのは、これなんでだろうな。これ命令不可か。まだまだか。ここら辺も手を打ちましょう。当たってるのか。ゲチようやく。だけどこれはちょっと間に合わないか。逃げるの間に合った。前へ。ゲチ覚悟しろ。ゲチゲチ覚悟せよ。囲みましょう。鉄砲を持っていた勝長がいなくなったのは痛いものがある。覚悟しておけ。兵力差ほぼ互角か。ちょっと負けてる。そしてここで回想は痛い。規制崩しで敵の速度と攻撃を下げるかな。ご命令ください。掴んだ勝機逃しはせぬ。この一部隊さえなんとかなれば。正々堂々勝負せよ。やってきたけれども、やりたい。足止め。なんでこんな微妙な戦いをやってるのか。掴んだ勝機逃しはせぬ。そしてどうでもいい武将に対してね、ここまでやりたい動いてないところで。やりたい前へ。だからこの部隊倒してしまえば、またこの上の劣勢が挽回となるので。これ余ってる武将によって、これ動かしてこのドラを壊してもらいたい。で一方ここ後ろから突っつく。でちょっとこれ攻撃できるように寄せておきましょう。お覚悟願います。敵の井戸下三成の技今使えるようになったけど、吸収やってきた。能力的には向こうの方が勝ってるね。前。だがここで前に出る。そしてこの部隊は敵の後ろを抑えるような感じで動かしましょう。敵の居所知れましたな。遅かったか。いや後ろつけそうだね。そしてこのサックはもう、もう一人来るまで待ちたいけれども。やりたい前。よし、全員中に入って分地の、今なんだこれ、ラン分地しか書いてないからちょっとわからんかったけど、やりたい前へ。これでなんとか勝つことができそうです。奇襲やってきた。この部隊はそっちか。用心は今さらやっても遅いか。もう10分ポイントしかなかったから倒された。だが敵を撤退させて無事勝利となってます。天下を滑るまで。これ負ける気は今島左近出てきたけど、島左近って三成の副将にいるのかな。舞台情報。あ、三成の副将か。あのね、関ヶ原の合戦でイベントのムービーで島左近出てきたんだけど、この合戦中に出てこなかったのでなんか残念だなと思ったけど、
副将としては参戦していたっぽいですね。毛利勝長じゃなくね、できれば島左近をね表に出るようになった方が面白かったのかもしれない。強行あと13日、落とし穴に引っかかってしまった。そして一旦政略、再度城攻め、徳島城を落として。怖いですか、拍子抜けです。これもう全て周りが豊臣方のね勢力なので、よそから援軍が来るという心配がないので、もう伊沢城取って終わらせましょう。皆さん続いてください。さて落とし穴に、なんか自分が見るといつも落とし穴に引っかかってるっていう。交渉は心中は、いやもう終わらせましょう。名武あと24日、では最後ここ見ておきましょうか。あと14日、なんか予想はどんどんとこうは結んでますけど、表情を始めましょう。いつこっちに、ね、襲ってくるかわからないんでね、もう対面のポイントはいらないかな。で軍事を上げていきたい。あとは島左近、これにて表情を終わります。でこちら側、兵糧の消費量減少。ほんとこのゲームね、兵糧がかなりねシビアな状況になることが多いので、ちょっとそのあたりはもう兵糧重視でねやっていきたい。大垣城を狙ってるという話今ありましたね。あと翌日に本丸を落として口本にもありませんでしたね。八須賀家を倒すことができ、有力武将も仲間になりました。帰りましょう。うん、島左近なんだろうな、別の拠点に持ってって舞台として出したいような気がする。もう武将の移動とかは委任でやってるので、そのあたり、あ、これ一つしかないな、清洲城。これ福島家、これとっとと倒して武将を奪いたい。武将17名、多分他には拠点ないと思うので、うん、なんか美味しいのが一つ。あれ、あ、そっか、石田家、これあれか、細川家、なんでまだこれあるのかなと思ったけど、うん、ここ、あーでも怒ってるから交渉応じてくれない。今沢山の武将がこれ移動して、多分島左近もどっか行ったと思います。なのでもしかしたら一緒に出陣ができるかもしれない。どこら辺に行ったかちょっとパッと見つからないけれど、では新たに仲間になった人に感情を与えましょう。あーでもそこまで上がらないな。ならば放っておいて、できれば青にしたかった。そしてよその様子見てからでもいいんだけれども、福島家まず倒しましょう。我が妻、お見せしましょう。ここで武将をまた手に入れれば。おお、島左近出てるね。逆に三成が出てこなくなった。1500もあれば十分かな。これで兵糧付き5000ほど減っていく。皆の者、周りに続け。もしくは多くの兵で出して、手を貸しましょう。一気に他のところも攻めるという手もねあったけどね。手を貸しましょう。かたじけない。これさっき設定をやったことによって、もう味方側だけであれば、味方と敵という明らかに分かるような状況になってれば、味方の方に必ずつくというね、そういうような状況になってます。手を貸しましょう。かたじけない。逆に味方と味方が戦ってるようなね、同盟国同盟国、それが戦ってる場合はお伺いをね盾に来るという、ね、手を貸しましょう。まあ、勝手にね手を貸してもね、時にはダメなパターンもあるからね。勝手に兵をなんかくれみたいな感じでね言ってくることもありますからね。清洲城取り付きました。これも今水攻めやってるっ
ぽいかな。どうなんだろうな。あーいや日殺し、あー70日かかる、結構長いぞそれは。使いの者が来たようです。細川家からこうはやってきたね。名誉。さてこれ水攻めやってんのかな。他のところ何も書いてないけれども、ではこのまま見ていきましょう。水攻めだったか。これお金かかるんだよね、水攻めやろうとするとね。兵糧半減、落城は時間の問題です。とはいえこれ最後の一つの城だからとっととで倒してもらいたかったけど、これ他のね敵の城がいくつかあって、そこに配下の武将がいるところに水攻めやると丸ごと武将も含めて捕らえられるということがあるんだけど、もう大名がいる拠点だったからそこまでのメリットが、ね、なかったと。では水攻めで取った清洲城、この戦勝ちはもらったぞ。水攻めで取ったというよりかは水攻めをやったことによって兵糧がなくなって、そして兵糧攻めで取ったみたいなね、そんな話になってましたね。福島正則含めて武将が増えました。この武将でどっちかだな、ここ行ってもいいしで、金森家もしくはそのままあの津城とか行く、まあそちら側かな、こちら側行ってしまいましょう。我が妻お見せしましょう。助立ちするぜ。でできればもう一個ね舞台を出して二方面から、まず島左近こちら側から出陣するぞ。でもう片方伊賀上野の方に、これ三成出てこないな。三成はどこに行ってるのやら。これで月1万ほど兵糧減るけど7ヶ月は持つ。出陣するぞ。ここもあっさり落とせそうですね。あの地上敵の兵が逃げていった。さてこれで桐山御所を落としてまた一つの勢力倒し終えました。この後もテンポよくいきそうな気がする。徳川に接するまではね、そして真田がここ最後を迎えようとしてるけど、もうどうにもならないか。助けに行くことは困難。今現在の勢力図はご覧のようになっています。次どうするか、ここ取って上取ってかな。まずは浜松あたりまでは勢力伸ばしましょうか。ではまだまだ兵糧ありますんで、ここ池田家倒してしまいましょう。わなさいお見せしましょう。さていろんなところが、あれ我ら名優なれど貴殿らの近頃の振る舞いは目に余る、なんか言われようが、そろそろ敵勢力がなんか増えてきそうなね気がしますけど、この志必ずや敵が大名使ってきましたね。兵数が増加ならばこっちも何かしら使いたかったけれどもポイントがない、これなんですよね。今回豊作でがっつりとポイント使ってしまうと、今回は対名がね使えなくなるという、そのあたりも考えて行動しないといけない。兵数はほぼ互角、戦いましょうか。じゃあで何かやってて、これで兵数増えるという、今1万6000だったけれども1万6400からどれぐらい敵の兵数が増えてるか。いや増えてないな。いや5000ぐらい今増えたな一気に。となるとどうするか。我々は2つの場所に分かれている。鉄砲持ってるのは2部隊、鉄砲隊こっち側に持ってきて位置変更、
そして左から少しちょっかい出すみたいな。鉄砲水、ここまで敵がやってくるんであれば面白そうだね。こんな感じで、そして軍の施設はこれ後ろの方に一つ置いておいて、あ、これ陣か、柵じゃないな。柵もこんな感じ、あ、押した後にこれは少し移動ができる。じゃあここら辺さらにこんな感じの布陣でやっていきましょう。名古屋の戦い、ここら辺の舞台で柵の後ろ側立たせる。始めましょうか。始めよう。ちょっと柵遠くから見るとよく見えないけど、まあ、こんな感じでね、柵が立っている。ご命令を覚悟しろ。ここの水に引っかかった部隊を即座に狙えるように他の部隊も寄せておく。さてこれでどうなるか。敵はここに何か作っている。川でも移動速度が不変という効果、あと向こうも金を作っている。さてどっからやってくる。名簿、覚悟せよ覚悟せよ。始めましょうか。まだかまだか。わっと左側からやってくるな。となるとここら辺は下げないと。お覚悟願います。あまりなんかここからやってきてほしかったんだけど。ご命令を。そして一部隊はこっちのドラの方を始めるぞ。倒しに行きましょう。それ以外はない。なんかやられた。敵の居所、ようやく敵がやってきた。始めよ。だがこの角度だと始めよ。ゲチよ。手前の柵とかがあまり有効ではないような気がする。一筋縄。鉄砲水でも引っかかったね。でも一部隊だけか。だがその引っかかったのが敵対象なので、ならばもう一気に突っ込むという手も。始めましょうか。選択肢としてはありなんじゃなかろうか。敵の居所知れましたな。そしてどれでいくか。鬼左近は速度と攻撃アップ、味方の士気もアップ。で多くの部隊に対してこれは効果が発動する。文治の方は味方の攻撃アップだけ。味方の防御下がるが敵の防御も大きく下がるというなんか不思議な効果もありますね。どれでいくか。これでいこう。鬼左近の戦、その身で味わうがよい。行ってもらいましょう。やりたい前へ、やりたい前へ。こっち側やりたい。いい感じにドラを狙えてる。まあドラと言っていいのか分かんないけど、やりたい金を狙えてる。さてよくわからんが、ここにももう一部隊いたね。やりたい前へ。この細川雄斎を後ろに持っていく。そして鉄砲で他の部隊で撃ってもらう。うまく後ろを抑えられればなんだけど、細川雄斎をダメか。そっちの方使いましょう。軍地の力か。我が祭天下に披露しよう。さっき軍地の乱だと思ってしまったけど、投げ払え。よく見えてなかったね。一人返そう。そしてここちょっと厳しいのいるね。始めよう。こっち側もほぼほぼ終わってる。始めるぞ。このままでは。奇襲受けているけどダメか。水部隊回想、悲惨が回想してる。やりたい。鉄砲撃ってんのかな。なんか撃ってるように見えないんでね。お覚悟願います。
じゃあそばの敵から。雨か、そりゃそうだわな。戦の仕方教えてやる。敵の足止めとか使えればいいんだけど、魚では敵を挑発。格の差思い知るがよい。いいね、まさにうってつけの。三成は倒されるわけにはいかんぞ。お覚悟願います。やりたい前へ。だが敵も強いからか、あまりダメージ与えられてないのと、そもそも部隊が手前側で止まってしまっている。そして今士気が一気に落ちたな。味方の士気アップ。鬼左近の戦、これ使えば。で味わうがよい。うん、少し戻ったね。ゲチよ、これ鉄砲で殴りましょう。始めよ。上ここ取った。やりたい前へ。覚悟せよ。敵の居所知れましたな。なんかいつも団子になっちゃうな。やりたい前へ。やってくる。こっちが壊滅。敵の方が兵数多いぞこれ。やりたい。まず一部隊倒して、状況少し戻ったけれども、あ、そっか、もともと敵の方が多かったか。そういえば名は覚悟せよ。何かを使ってきたのね。あ、どこ行く。こっちの方におびき寄せたい気もするんだよね、柵の方にね。そしてここの罠をうまく当てられればと思うけど。お覚悟願います。やりたい前へ。島左近も破れると。破れた。やりたい前へ。これは本当追いかけるのが大変。前へ。そしてなんか鉄砲使いたい時に雨降るんでね、いつも。始めよう。なんでなんだろうな。うわ、階層か。まさか我らが。ちょっと待てよ、ここは慎重にやらないと。一旦罠のところまで戻るか。やりたい前へ。私だって負けられない。やりたい前へ。やりたい前へ。この差しでなんとかなればいいんだけど、突撃だと速度が上がるが防御が下がり、そしてこれ敵が後退になってしまうから下げたくはないんだね、交代は。させたくない。これほどと、今は引こう。まさか優才もダメ。ここ突出してる。水野さん、水野勝成、あれ狙ってるつもりだったけど。始めましょうか。雨が止んだ。ならば鉄砲何かないか、良いもの。投げ払え。なんとか追いかけてはいるんでね、ちょっと突撃やってみましょうか、どうなるか。練り上げし我が部トクトミを。敵の居所知れました。わ、何やってんの。あれ交代って何、この自分の部隊が交代するの。そんなバカなことないよね。移動できてないのかな、これ。いや、何かやられたんだとしたら。そんな風にも見えなかったけど。やりたい前へ。あのまま追い詰められるんであれば大きいんだけれども。やりたい前へ。他の部隊がどうなってるかもわからない。知れました。そこから襲われてるのはしょうがない。もう一回突撃を。その首もらい受ける。速度が上がって防御が下がる強制交代っていうのがよくわかんないな。やりたい前へ。貴様が望むはこの刃か。これ追いかけ、追いかけるの大変だな。攻撃になっている。こっち側に抜けよう。いや、でも、いや、抜けた先が悪かった。やりたい前へ。覚悟せよ。敵の居所。あと少しなんだよな、これ。
突撃で耐えてくれるかどうか。このままでは8よし。いや違う、こっちがやられた。最後の最後で手を打ちましょう。想定外だったな今の。そして三成も誘われてしまってる。やりたい前へ。これは何度か奇襲食らってるけど、ぶつからない。よしぶつかって壊滅。うわあ合戦厳しいな。なんかいつもギリギリの戦いをやってるような。特にね敵の大将が逃げてしまうからそのあたりが辛いものがある。あと3000しかない。だから名古屋城はあっさり取れた。一旦帰りましょう。そして帰ったら即座に今真田家が滅ぼされた。そして特製効果が、あとなんだろうな、決戦に3回勝利で今これが士気が上がるというね手に入れてる。あとは鉄砲火事のある証券の規模を1000以上。これ鉄砲火事というと国友のことでいいのかな。今現在このような状況になっています。あとは東の方に行けばいいだけかなと思ったんだけれども、意外や意外苦戦を強いられている。この辺りがどうなるか次回以降またやっていきたいと思います。この続き興味ありましたらぜひチャンネル登録とまた高評価よろしくお願いします。ではでは。